はいどうも武洋です。最近エンジンスターターの話をやったところえ見てくださる方が、まあ、それなりにいらっしゃるのと質問もいくつかお受けしていますので、えー、やり方について今日は動画で、えー、解説をしてみようかなと思います。はい、こちら、えー、ND4 ですが、えー、実装してみましたのでご紹介します。えー、とこの状態今エンジンがかかっていないですね。 RPM の回転数がゼロの状態になりますここで今回はエンジンスタートにエクストラ D を割り当てています。エクストラ D はオルトキーを押しながらナムパッド10キーのプラスを押すと、えー、オンになります。かけてみます。こんな感じです。で、この後はこれはアイドリングになりますので、あと えー、ナンパッドプラス、えー、これはエクストラ D をオフにしますね。そうするとエンジンが切れます。こうですね。で、もう一回押すとエンジンがかかる。動き方としてはこんな感じになります。まあ、これまでね、アセットフォルサーではエンジンスタートっていうのはできない仕様になってるんですけども、これをまあ疑似的にルアーのスクリプトを使って再現してみるというネタに なりますでは、やり方についてご紹介していきたいと思います。一番最初の前提として、今回、車の設定情報を直接編集することになりますので、例えば、オンラインのサーバーで走っているのに使う車とかに適用してしまうと、車が改変されているために、キックされてしまうことがあります。でですので この開閉を行う場合ですね、車の開閉を行う場合は、その車の元のファイルそのものを修正するのではなくて、このファイルのコピー、車のコピーをですね、作っていただいて、そちらに設定をするというようにしてください。これ非常に重要なのでお気をつけください。はい。で、この覚書ですね、これちょっと今日本語になってるんで申し訳ないですけれども、海外の方はトランスレーター、翻訳を使って読んでいただく。 しかないんですけれども、こういう感じであの、やり方は一応テキストでは書いていますので、この辺コピペするとかですね、活用していただければなとは思っております。はい。で車は、このマツダの MX5ND4 の車を使ってみます、えー。エンジンをですね、かける動作を再現するには、まずやらなきゃいけないことが、すみません、こ日本語ですが、 3つあって、1つはエンジンの回転数を0にすることですね。それから何かをトリガーに、今回はエクストラ D キーっし言いましたけれども、何かをトリガーにして、この RPM、エンジンの回転数を制御できること。そして、この回転数に合わせて音が再生できること。まあ、こういう仕組みが必要ですねというところです。今回は時間を制御する形でやっていますが、 やり方はいろいろあると思います。一つの例として参考にしていただければなと思います。まず一つ目、二つ目、このところですね。物理的なエンジン、RPM の回転数の制御をどうやるか。ですが、まず車のカーフォルダー、カーモッドフォルダーにアクセスしていただくと、ここにデータっていうのと、それからエクステンションっていう、この二つのフォルダーがあると思います。 車の制御に関してはデータのフォルダの中で、音に関してはこのエクステンションというフォルダの中で制御していきます。はい。で、はじめにですね、ここの、例えばデータを開いていただくと、ここにこう、ファイルが並んでいるんですけども、人によってはですね、ここが .ini とかいうふうにこう拡張子っていうんですけども、これが見えてない場合があります。で、これはオプション、これ Windows 11の場合ですけれども、えー 表示のですね、ここに、えー、登録されている拡張子は表示しない。ここ、登録されている拡張子は表示しないっていう欄があります。ここにチェックがついていると、えー、この登録されている拡張子に当たる ini が表示されません。例えば、つけて適用すると、こう見えなくなると思います。これですね、.ini がなくなっているんですけれども、このチェックを外して、 チェックを外して適用するとこういうふうに表示されます。ここ大事なのでもし最初の設定でここの .ini が見えてない人はこのチェックを外して見えるようにするようにしましょう。はい。で、ここからですね実際にエンジンの RPM の制御の仕方ですけれどもここにスクリプト .lua っていうファイルを作っています。はい。あ見えなくなっ,ちゃった。スクリプト ってファイルない新規で作る場合は、ここに新しくファイルを作ってですね、テキストファイルをす。テキストドキュメントっていうところからファイルを作って、ファイル名をこの s c ト i p t l u a っていう名前に変えてください。で、これ、えっ、ー、と、lua ってなってますけども、中身はテキストファイルでして、こういうふうになっています。これがスクリプト。ルア a スクリプトっていうスクリプト言語で書かれています。 このファンクション、スクリプトアップデートが、えー、ループするルーチンになっています。こ,こですね。はい。で、2行目の、ここですね。Not car is AI controlled。これは、この設定されている車が、えー、一緒にですね、AI カーとして例えばレースしようとするときに、スタートするとき、AI でスタートしちゃうとですね、このエンジンをかけるという操作は AI はできません。と。 なので、えー、発射せずにですね、ずっと留まった状態になってしまうので、この車が AI 車として動いている場合っていう判別式をつけていて、AI で動いているときは何もしないっていうことになります。はい。で、次の、ここですね。not car extra d 全。ここは、エクストラキーが押されていない状態、オフの状態ですね。最初の初期状態もそうですが、は、まあ、えっ、ー、と、ここですね。 アク c スカ physics ドットアルピイコールゼロつまり回転数ですね、rpm をゼロに設定し続けるという処理になりますエクストラキーがオフの状態だとずっと rpm はゼロという状態でこれを制御するとアクセルオンとかもしてもですね、こっちの設定が優先されますので、えー、と車自体動かないエンジンも動かない状態になりますはい。 ここにカウンターとかついてますけども、これはちょっと時間を測定するために今回作っています。はい。で、えっ、ー、と、そうでない場合、つまりエクストラキーが押され、D が押された状態ですね。で、かつ、カウンターというのは時間を計測してまして、これが1.5秒以内の場合いう、ちょっと、あの、ややこしいですけど、スクリプトで書いています。つまり、ここはエンジンがかかって1.5秒以内の処理を書いている状態です。で、さらにそれが0.5秒以内の間は、 回転数を抑えた状態。で、残り、0.5秒間は、えー、回転数0なので、あと残り、この差分ですね1、1秒間はガス、これはアクセルペダルのことですね。アクセルペダルを0.3、30%踏み込む。つまり1秒間、えー、30%の力でガスペダル、アクセルペダルを踏み込むという処理を行うことになります。で 合計1.5秒経過すると何もしない状態に戻ります。回転数は通常のモードになります。っていう処理がここに書かれています。なので、エクストラキー、D、エクストラ D キーをキーにしてですね、それがオンになると最初の0.5秒間は止まっている。この間にですね、キルキルキルって音を鳴らすんですね。で、その後1秒間30%の力でアクセルを踏むので、グオーンって一瞬、 回転数が上がっていく感じが再現されます。で、その後通常のアイドリング状態になるということですね。はい。こちらが音、音じゃない、えー、エンジンの回転数を制御するスクリプトになります。はい。で、このスクリプト自体ですね、スクリプトル u a を動かすのにあたって、通常動かない場合があります。それはですね、ここにある カード同じフォルダの中にあるんですけども、ここの car.ini っていうファイルの一番最初ですね、ヘッダーにバージョン情報が書いてあるんですけども、これですね、ここを extended-2 っていう、このバージョンにしないとさっきのルアスクリプトは起動してくれませんので、ここがもし1とか2とかになっている場合は extended-2 にする必要があります。 これに伴って CSP のバージョンもですね、最新に上げておいた方がいいと思いますので、忘れずにやる必要があります。そして、ここがですね、これ、車によるんですけども、バージョンが1ってなっている車にこの設定を仕込モードしたときですね、1ってちょっと古めのモードなんですね。で、それだと最新のバージョンに適用してないことがありまして、ここをエクステンドテッドマイフン2に書き換えて、 からです、ね、車が発進しないタイヤは回るんだけれども発進できないっていう事象が起きることがあります古い車なんか特にそうですその原因は同じフォルダの中にですねタイヤ s.iri っていうこのファイルがありますこれを確認してみてくださいここのヘッダーですね同じくヘッダーにバージョン情報っていうのがあるんですけどもこのバージョンが10になってない 例えば7とか。そういう古いバージョンのタイヤだと、タイヤ回るんですけど、車が発進できない状態になります。それはあのパラメータが足りてないですね。なので、他の車のデータとかを参照しながら、バージョン10のものを持ってきて、車が走れる状態にする必要があります。ちょっとここ、癖があるかもしれません。これ、古い車だとよく起きうる現象になります。はい。注意事項は以上になります。 続いて、えー、音の方ですね。音の再生方法についてですけれども、同じくカーフォルダの中にあるこのエクステンションっていうフォルダですね。の中に移動します。でここに、えー、音を用意しています。で、エンジン音ですね。もともと用意したエンジン音はこれです。はい、これだと、イグニッションでキルキルキルって言った後にブオーンっていう音まで全部入ってるんですけれども、先ほどの制御で。 1>, 1秒間、アクセルペダルを0.30%踏み込むっていうことをやっているので、ブオーンっていうエンジン音は勝手に再現されます。その車の音でですね、再現されるので、このブオーンっていう後半の音はいらないということになるので、そこをカットしたものがこちらです。わかりますかねこのエンジンだけ、キルキルっていうところだけ切り出した音を用意しています。はい。で、 このファイルを用意して、ここにですね、さっきと同じように、またなければ作っていく必要がありますが、sound.lua っていうのを作りました。これ、あの、e x t r a c o n f i g i n の中に書き込んでもいいんですけども、まぁ、あ、ちょっと混ぜると分かりにくくなるので、今回は分けて作っています。これ開くと、はい、こんな感じでして、一番最初にですね、UI メディアプレイヤーっていうのを宣言しています。 これはサウンドっていうこの変数にメディアプレイヤーだよっていうのをまあ宣言している状態ですね。で、えー、その時に再生する音、さっきのキルキルっていう音のファイルは同じフォルダーにこの名前で置いてありますので、このファイルを使いますよ、ソースを使いますよと宣言します。で、さらにセットループはこれを、えー、ループ再生しない。一回だけ再生するよっていう設定になります。で、このセットボリュームはボリュームです。 えっと、真ん中に入っているこの数字は0から1の数字、まあ0.5とかが半分で1が最大、0が最小、まあ、無音ですね、になるので、ここ255とかにしても意味ないので、0から1の間の数字で設定します。はい。で、このフラグっていうのは、えー、ステータスですね。ちょっと後で管理するために1個作ってあります。でこのファンクションアップデータ、アップデート、ここをループの関数で、えー、ここですね、同じく、えー エクストラ D のキーが押されていて、かつフラグが0。まあ最初の初期状態。フラグが0の状態っていうのは何もされてなかった状態を示していて、この時にエクストラ D が押されたら、音を1回再生、開始します、ね。サウンドプレイ、音を再生し、フラグを1、音を再生したよっていうステータスに変更します。はい。なので、次2回目ループここで回ってきても、ここフラグが音再生したよっていう状態になりますので、えー このサウンドプレイは一度しか、一回エンジンかけたら一度しか再生されないことになります。そして、えー、エクストラ D が押されていない状態ですね。つまりエンジンがかかっていない状態になると、フラグをまたゼロに戻すと。なので、1回戻して、でもう一回エクストラ D でエンジンかけると、この処理がもう一回行われるので、えー、音が一回再生されると。で、切るとまたフラグがゼロに戻る。まあ、こんなループをさせているということになります。これがエンジン音。 特にキルキルっていうスタートエグニッションの音ですねを,を再現するスクリプトになっています、はい。で、このスクリプトを書いたらですね、えー、ここの同じところにあるエクストラコンフィグっていうファイルの中にですね、このスクリプトと、て点点っていうのと、あとスクリプトサウンド LUA、これはあの今作った LUA のファイルですねこれをここで設定してあげると先ほどのスクリプトファイルを読み込んで実行してくれる形になります。はい。設定事項は以上になります。というところでやってみていただけたらいいかなと思います。はまりそうなポイントとしては先ほどの拡張子が見えていないと。 えー、一生懸命このサウンドドット LUA っていうのを作ってるのにうまく動かないってなったりとかですね。えー、エクステンド -2 っていうバージョンに上げたらタイヤが空転して前に進まないんだけどとかいうところが、まあ、よくお問い合わせをいただくポイントにはなるのでちょっとそこは、えー、気をつけていただいたらいいかなと思います。はい。えー、解説は以上になります。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、またね。